5月の CCCJ 活動をお伝えいたします。2015年5月12日ニール・バンワール CCCJ 理事兼株式会社バンテン CEO によるデジタルメディア祭に関するセミナーが行われました。バンワール氏は主にデジタルサインが消費者へもたらす影響について話されました。2週間後 ACCJ 主催トリップアドバイザージャパンに関するセミナーへ参加しました。新紙や薄いアナインターコンチネンタル東京シニアセールスマネージャーとマイケル・ストボーストリップアドバイザーアジア太平洋市場開発部グループプロジェクトマネージャーがこのセッションの指揮をなさり、トリップアドバイザーがどのように日本へ進出したか、またどんなビジネス拡大計画をなさっているか等の話をされました。今月のマンスリーミキサーは神保町にあるウィスラーカフェにて行われ、40人ほどの CCCJ 会員が参加しました。ゲストたちはカナダ風の食事や飲み物を楽しみました。この催しは参加費不要、予約不必要なカジュアルイベントです。6月の第1週目桂サンシャイン CCCJ 文化大使は落語ワールドツアー2015のキックオフイベントとして落語ワールドツアー記念落語会&リセプションを六本木ヒルズクラブで開催します。当日はサンシャインのバイリンガル落語の後リセプションを飲み放題で行います。レセプションではサンシャインのワールドツアーのスポンサーであるブルドック六本木のご厚意でブルドックのビールもお楽しみいただけます。6月6日金曜日開催、駐日カナダ大使館で行う大使館スタッフとの交流会を兼ねたハッピーアワーへご招待いただきました。大使館商務部の皆様、CCCJ 会員をご招待してくださり誠にありがとうございました。また沼田貞明 CCCJ 名誉顧問兼日本英語交流連盟会長のご厚意により、6月10日に行われるクラグストン駐日カナダ大使公演カナダの移民政策に関するスペシャルレクチャーへのご招待いただきました。 CCCJ ウェブサイトまたはESUJ ウェブサイトより詳細をご覧くださいませ。6月23日には CCCJ 名誉顧問日本 PFI PPP 協会シニアアドバイザー東京ガールズコレクション執行委員会スーパーバイザーとしてご活躍なさっている越田明子 CCCJ 名誉顧問をファシリテーターとしてお迎えし、ジェンダーダイバーシティまたはウーマノミクスに関するラウンドテーブルを開催いたします。このイベントでは CCCJ 会員、他の外国商工会所職員やビジネスパーソンズをお迎えし、ご自身の経験等を話していただき、日本や他の国におけるジェンダーダイバーシティへの取り組み等を話し合っていただく予定です。ご興味のある方はぜひご参加ください。翌日24日には商工会議所合同サマーネットワーキングイベントを六本木ヒルズクラブにて開催いたします。お食事、お飲み物や景品のプレゼントもあるこのイベントでは、歌姫エイミー率いるブルーアップル横浜ジャズトリオの演奏もお楽しみいただけます。エイミーさんは歌手、ソングライターとして東京エリアにてご活躍されており、ジャズ、ブルース、ポップ、ダンスミュージックソングの幅広いジャンルでの作詞を手掛けておられる方です。最後に7月1日、2015年カナダの日、東京プレミアムイベントを東京アメリカンクラブにて開催いたします。今年はアイコニックな赤色と白でできたメープルリーフのカナダ国旗がパーレメントヒルと呼ばれる国会議事堂に挙げられてから50年目の年です。カナダ国旗誕生50周年記念と強くて立派な自由の国カナダの建国記念のお祝いを一緒にいたしましょう。総会は午後16時から17時40分まで、受付は15時40分開始、ミーティングは16時からです。カナダの日バーベキューパーティーは午後18時から21時、受付は17時40分からです。なお、ミーティングにご参加していただける CCCJ 会員の方々はバーベキューを500円割引にてお楽しみいただけます。これからも CCCJ をどうぞよろしくお願い申し上げます。